一言でまずまとめるとすると、まあ、あの社会の歪みが作り出したんですよ。歪みが皆さん、歪みがマニアオールなんです。まあたどりにたどると、俺いじめられっ子だったんですよ、はい、小学生ぐらいの頃って。なるほど。これなんでかっていうと、俺ハーフなんですね。親父が日本人、母親中国人、うんうん、で結局基本的にどっちの国でもいじめられるんですよ。え、でもちょっと分かんないのが、ええ、分かんないじゃないですか。パッ、別になんかそれがね、分かるんですよね。何が分かるの？細かい空気感なのか、喋り言葉なのか知らないんですけれども、うん、例えば中国にいる時はその中国語を使っても中国人の中国語じゃないんですよ、うん、ああ、まあちょっとイントネーションが違う、うん、で日本にいる時日本語を使っても、うんうん、なんか立ち振る舞いとか、うん、そういったところから徐々にバレていくんですね。ああ、その時は文化が違うから。小学校の時は日本では関西だったんですか、うん、各地転々としてました。転々とですね。あの親父の仕事の関係で一箇所に長く留まらないタイプ、ね、あ、それ余計いじめられますね。でしょ、うん、なあ、もうどっち行ってもそのまあ異分子になるんですよ。なるほど。日本だと日本人じゃない、中国人、中国だと中国人じゃない、阪神ファンの中に混じっちゃった巨人ファンみたいな状態、うんうんうん、そっちの方がきつそうですねいや実際、うん、実厳しく、これね、うん、竹虎さんも、うん、経験あると思うんですけど、僕ら関西にいた人間じゃないですか、うん、僕今も思えばひどいなと思うのは、小学小中高とやっぱり転校生いますよね、特に東京から来た転校生で標準語だったり、うん、まあ実は東京の言葉ではないにしても、なんとかじゃんって言っちゃうじゃないですか、こっちって、もう未だに僕、うんうん、今でこそ僕使いますけど、うん、もう関西でだってなんとかじゃんっていうのが転校生が言った瞬間に、うん、クラス中のみんながじゃんじゃん、うん、じゃんって言ってるのって、今思えばあんな残酷ないじめない、最低最低でしょもうね、関西人のこの標準語というか、その東京弁と当時は、ね、うん、東京弁に対する嫌悪感がすごくて。なんで東京弁そんな嫌いだったんですか。いや、東京弁が嫌いなんじゃなくて、なんかね、うん、ちょっとおかしいですよね、やっぱり ね、 ああのね、東京が、東京ジャイアンツの帽子をかぶって攻めていくぐらいに思ってるんで、あのいきなり転校生に対しての質問が異常なんですよ。どういう質問かというと、うん、お前、おとん絶対巨人ファンやろ。ああ、言う、絶対言う。そう、どこファン絶対聞く。今思えばすごくないですか、みんなそんな野球に興味あるあの僕らの世代はそうだと、お前のおとん絶対巨人ファンやろって今思えば、なんだこの質問決めつけるんだ。絶対言う。でもね、関西人そういう残酷なとこあるんですよ。あ、確かにその傾向と近いところありますね。だからそういう異分子みたいな扱いを受けてたわけですよね。中国にいた時は、うん、いわゆるそのって言われてましたね。それはどういう、僕中国語第二外国語で専攻してたんですけど、うん、全然わかんない。なるほど。戦時中の日本兵の呼び方ですよ。あ、うん、あ、なるほど、お前じゃないかと。今コンプラ的に超アウトっすよねなんていう言葉はね、ファミリージョッキーだと思います、うんそんなん言われるし、日本いると今度は中国人ですよ。だからまあ、だからどっちも馴染むことがまずなかったのと、あと心優しい少年だったんですよ俺は、うん、あの、それは分かりますよ、うん、あの風体からはさっぱり分かんないですけど当時の俺は天使のような少年だったと思ってください、うんうん、今も心は天使だと思いますけど、ね、うん、風貌がねちょっと、うんうん、だからそれで、あのいじめられても、うん、でも暴力は良くない、やり返すのは良くないって、うん、思ってたんですよ、うん、思いますよね。で思っていて、だからこそ何もせずにおとなしくニコニコしてたんですけれども、うん、それじゃいじめなくならないですよね。なくならないですね、やっぱり、うん、やっぱここがいじめのきついとこですね。いじめる側が圧倒的に悪いから、いじめる側がいじめをやめなきゃいけないのがもう大前提なんだけど、うん、結局いじめられる側が抵抗しないといつまでもされちゃうっていうのがあるんですよね。そうなんですよ。もうそれで耐えてる限りはずっと地獄を見るので、うん、でね、さすがに堪忍袋の方がもう持たなくなって、うん、ある日爆発したんですね、うん、それ小学校の時ですか。小学生の時ですね。それは割と爆発が早かった。早かったですね、そう考えると、うん、あ、でも小学生の時じゃねえな、うん、いや小学生の時は、うん、でも積み重ねですね。
細かい爆発を繰り返してたんですよ。でそうなった時にその度にあの、うん、で、全て解決できるという成功体験を得るんですよ。あ、なんか鉄拳の世界みたいな作ってる方にそう言われるとあれですね。格闘ゲームの世界、基本的に、あの、うん、すごいストーリートファイターも鉄拳もいろいろ壮大なストーリー書いてあるんですけど、とりあえずその問題の解決、僕らがよくあの僕プロジェクトでこれ外には出せないですけど、うん、標語が書いてあるんですけど、はい、って書いてあるんです。かっこいいこれ僕が提言した言葉なんですけど、おうおう、 今のご時世とてもじゃないと言えないですけど、言えないけれども、けどまあ分かりますよ。分かります分かります、うんうん、あくまで俺みたいな学校の話って、うん、もう狭いその、はいはい、ミクロな世界の話です。そうなんですよ。でも世界的に見ると世界なぜ軍隊が存在するのかっていうと、そうそうそう、実は同じなんですよ。地続きなんですよ、ね、地続きです、うん、あの今思えば小さい世界ですけど、うん、あの頃って自分にとってのワールドですもんね、本当に。そう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 、あそこがね、あそこしか生きる場所がなかった、うん、であそこで身を守る手段がないと殺される、うん、だったら、うん、が役に立つ時が絶対にあるんですよね、うんうん、まあ、刑務所とかもそうですもんね、うん、そうですね、うん、プリズンブレイク的な、うん、まあそうですね、そんな感じで、うん、何かいじめられて我慢はとりあえずするんですよ、うん、我慢して我慢して、でもある程度我慢できなくなったらもう解決する、うん、それの繰り返しが続いて、うん、決定的だったのが高校時代、うんうん、高校時代に、高校になってもやっぱりそんなハーフだなんだって言われたんですか。いや、その頃はまた違ったんですよ。また違う。その頃俺は高校にまず入るときに、うん、まず学校がもうすでにその時期嫌だったんですよ、うん、中学時代でもうすでに学校がうんざりしてて、うん、学校なんかもう行きたくねえと、うんうん、ほなもう行くだけ何も楽しくないし、うん、どうせ勉強もまともにやってきてないから、うん、行くだけ無駄だっていうふうに、ん、もう親とも話してたんですけれども、うん、とりあえず高校だけは出てくれって、うん、どうしても高校だけは出てくれって言われたんですよ、うん、だからもうじゃあこれ本当にこれでさえ俺は大学も行かねえよって話をして高校は行ったんですけれども、それが良くなかった。逆に行った高校がですね、それこそね、あの少年院みたいなとこだったんですよ。ああ俺はバカすぎるから。でその学校はですね、またこれも社会が作り出した歪みですよ。あのめちゃめちゃ勉強ができるやつか、めちゃめちゃ勉強ができないやつしかいないんですよ。ああ両極端だった。そう、あのいわゆる特進クラスみたいなのが存在してるんですよ。あ、なるほどなるほど。でクラス学力で分けられてて、うん、A からその C クラスくらいにあるんですよ。で特進クラスはそれとはまた別個なんですけれども、うん、学力で振り分けられるんですね、はいはい、で俺はまあ受験の確かテストの成績が全教科合わせて30点ぐらいしかなかった、うんいや笑っちゃいけないんだけど、なんだろうな、すげえな、それはそれで。マジで受かる気もなかったんで。なるほどなるほど。もう適当に。しょうがねえから受けるけれども、うん、で受けたら30点でも入れちゃったんですよ。すごいですね。だからクソなんですよ。そういう意味で言うと受け皿はあるけども、うん、もうある意味底辺の受け皿だ。そうそう、底辺の受け皿なんですよ。底辺の受け皿で入ったら当然学力は最低ですよね。うん、C クラス行きなんですよ。C クラス通称カスクラスって呼ばれてて。うん、ああ。でもカスクラスの、まあ、偏差値といえばですよ、30点ぐらいですよ。なるほど。やっぱりまさにもうプリズンブレイクの監獄の世界みたいなところに行っちゃったわけですね、うんうん、だから俺なんかのテストで30点取ったんですけど、うん、あのクラストップレベルでした、うん、ああそれでももう博士レベルになっちゃうわけだ男塾のクックできるやつみたいな、うん、おー なんだと こいつ暗算をしやがったみたいな、うん、お前クックができるのかっていうくらいのレベルなんですよ、うん、そんなまともなわけないですよね、うん、そんな学校が、ね、だからねもう周りもしょうもねえやつばっかなんですよ、はあはあ、しょうもねえやつばっかだし教師もまた気にならないやつばっかなんですよ、はあ、でしかもさらに加えて寮生活なんですよ。いやーきつい。寮なんですか。寮です。プリズンブレイクじゃないですか。で山奥なんですよ。山奥で脱走したら遭難するんですよ、うん怖っ怖っ。山奥の寮生活でしょ、男だらけの。怖いっすね。あで男子校だから男子。そうです。共学なんですよ。え、共学。俺が入る数年前に共学化しましたくらいの感じで、クラス二十何人いて、うん、うち女子が、うん、まあ10人に満たない。それ大丈夫ですか。5人くらい。うん、その学校が今の俺を形作ったと言っても過言ではないんですけれども、うん、
なんせね、生徒に番号が割り振られるんですよ。ああ、なるほどなるほど。学籍番号って言って、うんうん、俺の番号は000893番。ああ、それが囚人ナンバーだね。ヤクザだ、確かに。いや、笑っちゃいけないんだけど。笑っちゃいますよ、ね、何なんすかそれ、うん、もうマフィアだったんですね、その頃から。もう学籍番号からしていじられる要素しかないんですよ。お前ヤクザじゃねえかと。その頃別に全然こんなんじゃなかったじゃないけど、うん、ヤクザだと、うん、だからそれで、うん、そんな学校行くと、うん、まあ当然友達とかも積極的に作りたくないわけなんですよ。だって、うん、友達になりたくないような人たちがいっぱいいたわけですよね。多いし、おまけに俺は人付き合いが苦手なんです。そうですよね。もう人が嫌いでしょうがなかったんで、誰も付き合いたくないし、最初我慢して、最初だけ頑張るんですよ、うん、いつもそういう時最初だけ頑張って周りと馴染もうとして、で会う時突然プッツンしちゃうんですよ、もう疲れちゃって、うん、で疲れちゃった後、俺はもう学校でずっと本しか読んでなかったんですよ。なるほど。俺はもう読書だけが心の支えだったんで。なるほど。会になっちゃったわけですね。そう、会になっちゃった。親父の蔵書とか昔から読んで育ったんで、小説読むのだけは大好きだったんですよ、うん、だから小説を毎日学校で読んでて、もう誰の相手もしてなかったら世界を作っちゃったんです。そう、ある日突然その本読んでるやついじられるんですよね。ああ、そっかそっか、そういうとこだから、うん、そう、バカしかいないから、うん、漢字読めるのがすごいレベルです、ね、うん、そう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 。だから本読んでるとこ邪魔されるのが俺何よりも腹が立つ瞬間なんですよ、うん、どういう邪魔をしてくるわけですか。本読んでると後ろからいきなりその顔のとこに、うん、くっせえ靴を押し付けた。レベルが低い。レベル低いでしょ。うん、プチーン来て、うん、そこで大暴れしたらもう腫れ物扱いですよ、それから先。ふざけんなって大暴れしちゃったんですか、その時は。大暴れこう投げ飛ばす的な、うん、その時も身長そこそこあるわけですよね。まあ180超えてましたけど。それでもそんなやつよくちょっかいかけますね。いるんすよね。だからでかい、でかくておとなしいやつっていじめられるんですよ。小学生の頃もそうだったんです。小学生の頃もでかかったんですよ俺。でもでかくておとなしいと でいじめられるんですか、うん、でおとなしくてこれで何もしないなって言うと、でかいのにおとなしいからいじめるんですよ。いや、それは でかいのに本読んでるって思われる。でかいのに本読んでるなんだよ。いじられるんですか。うん、だからそれがきっかけで、うん、もう完全にハブにされてたんですよ。もう完全腫れ物扱い。もっと壁ができちゃったんですね。そうなると俺ももう気使う必要ないですよね、うん、だから何かっていうとムカつくともうすぐ振るっとけば、一回そういう姿を見せると腫れ物になるから、イコールみんなが避けてくれるから、避けてくれる避けてくれる、自分の世界が作れちゃうからっていう、そうなんです。それを繰り返してきたわけです。それを繰り返しちゃった。確かに成功体験ですね、一種の成功体験。あんまり嬉しい成功ではないけども、うん、今思うともう視野の狭さに恥ずかしくなるんですけど。いや、でも生きる術だったんでしょうね。その頃はそれしかなかったんですよ。もう前田さん、それどんな喧嘩なんですか。どんな喧嘩も何も、いや多分だけど、グッて掴んでギュッてやってポイってやってたじゃん。力任せですよね。ポイのパターン、ポイってやってたんですよね。多分だいたい体格でなんとかなっちゃう。いや、そう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 、これだけ大きいと、うん、逆に格闘ゲームじゃない、格闘技をやらない、うん、こう理由はないぐらいの、そうウェイト差が、ウェイトだけじゃリーチもありすぎるんですよね、基本的には。ただその頃の俺はもうもっと先に行っちゃってて、うん、もう準備をしてたんですよ、学校で、うん、起こす準備をしてた。あ、もうでもね、なんかね、それ分かるな。でも世の中のそういう構図ってそうじゃないですか。だってそういうやっぱ抑圧された人が準備しちゃうんですよ。 それはやっぱり海外で起きてる銃乱射とかもそうだけど、そうなんですよ。で日本に銃手に入らないじゃないですか、うん、だから買えるだけ、買えるだけの買い集めて。なるほど。でどっかのタイミングでこうもう行くぞと、やれるだけやろうと思って、うんうん、やれるだけやって、うん、ここ潰して出ていこうって思ってたんですよ、うん、まあ出ていけるけど入る先はリアルプリズムブレイクになっちゃうんですけど、結局周りの環境のせいにはしたくないんですけれども、うん、それが人間じゃないですか。いや、分かります、ね、周りの人間次第でいい人間にも悪い人間にもなりますよね。なりますよね。ただ35にしてその、うん、逆にと人生の半分の時点で今そんな状態までいっちゃったわけでしょ。とてもじゃないけどこの話が最終的に二次元が来いっていう二次元が来いって言っちゃうこの人につながるまでに
至らないんだよねこれね、うん、遠いですね。全然そんな気がしないんだけど今のエピソードがですね、ターニングポイントがあるわけですよね。そこが本当に俺にとってこの瞬間がなければやばかったなっていうのがあるわけですね、うん、ですね、その時ですね、その学校の校則が厳しくて、はい、まず学校には何もテレビとか持ち込めない。あと部屋にもないわけですね。ないです、うん、読む情報に触れられるものは新聞だけ、うん、いや刑務所じゃないですか。刑務所でしょ新聞だけですね、情報源が新聞だけなんですよ。でも俺は当時こっそりとノートパソコン持ち込んでたんですよ、うん、あ、そっか、世代的にノートパソコンが高校の時にあったわけですね。あるです、あるです。すごい、こっそり隠してノートパソコン持ち込んで、うん、だからインターネット回線ないんですよ。あ、でも一応インターネット、あ、そうか、世代的にはあったか。俺は大人になるまでなかったから。なるほど。当然部屋に線なんか引けないんで、うん、まだ無線の時代でもない。携帯も持ち込み禁止ですか。携帯持ち込みました、携帯持ち込めましたけれども、でもテザリングなんかなかなかないないから、いわゆるその普通に通信でやるしかない、うん、で料金クソ高いじゃないですか当時、うん、でそんな環境でノートパソコン持ち込んだらただの板でしょ。そうですよね。だってパソコンに入ってるものしかいじれないんだから、うんうん、基本的に用事ないわけなんですよ、はい、でもですよ、これはまあ時代に救われた点なんですけれども、 DVD プレイヤーがついてるんですよ、はいはい、つまりパソコンに映像ソフト再生できるんですよ、うんうんうん、でこれがまた刑務所っぽい話なんですけど、うん、俺はノートパソコン持ち込んでるじゃないですか、うん、別のやつは再生機器もないのに DVD 持ち込んでるんですよ、はい、なるほど、本当刑務所みたいな特に仲良くもないやつだけれども、うん、物がない中情報が手に入る、そうそう、物がない中って仲良くなくてもやり取りするじゃないですか、うん、お前あいつあれを持ってるらしいみたいな、お前 DVD 持ってるんだって言って、うん、俺ノートパソコン持ってるんだけど、うん、でそいつが持ってた DVD が、うん、新世紀エヴァンゲリオンだったんです。そうだったんですか。そりゃまたオタクもまっしぐらのでしょ、うん、でこっちとしてはもう暇で暇でしょうがないから何でもいいわけなんですよ、うん、何でもいいから俺の部屋で何か見ようぜって話になって、うん、新世紀エヴァンゲリオン再生始めたんですよ。需要と供給が今合致するみたいな、合致した、うん、再生始めたんですよ、うん、そしたらですね、部屋の前通りがかるやつが1人増え、2人増え、3人増え、うん、昭和の街頭テレビ、それでした。伊藤さんの試合のやつ、うん、気がついたら部屋ぎっちぎちなんですよいやもう申し訳ないけど刑務所の話にしか聞こえない。マジで刑務所だったんですよね。ノートパソコンの画面こんなんなんですよこんなものを部屋ぎっちぎちだってみんなむさ苦しい男たちがこうやって見てるんですよ。みんなエヴァンゲリオン夢中なんですよ。おもろいな。で俺その瞬間になんかものすごい感動を覚えて、ああ一つになったわけだ。なんだこれって、なんでこんなにアニメーションにみんな群がってこんな真剣な顔でみんな見入ってるんだっていう気持ちと、あとそのアニメーション自体の面白さにもやられてたんですよ。両方来ちゃったわけだ。そうなんですよ、エヴァンゲリオンの面白さにやられてたんですよ。なんだこの話、なんだこの話ってもう夢中になっちゃって、もうひたすら無言で、みんな男、バカな男たちが集まってた、普通うるさくて会話で音とか書き消されるじゃないですか。それもないんですよ。もうみんな見入っちゃって、みんなセリフの一つ一つを聞きたいから、みんなでもう肩寄せ合って見てるんですよ。じゃあもうコンテンツの世界に引き込まれただけじゃなく、うんうん、リアル世界のこのコミュニティの形成っていうのは初めて体験しながら、うん、このコンテンツに見るってこの体験をいっぺんにやっちゃったわけですね、うん、だからその瞬間に俺はアニメってすげえ、オタクってすげえって思って、うん、そこから強烈にオタクに憧れを持つんですね。なるほど、うん、自分がやれることっていうのはそれまで一つもなくて、うん、で好きなことも一つもなかったんですよ、うん、何に対して自分をぶつければいいか分かんなかったところに、うん、そのいわゆる以外の要素、うん、オタクっていう要素が、うん、から真反対の、真反対ですね、うん、でもね、調べれば調べるほどオタクってかっこよかったんですよ。なるほど。周りの目を気にせずに自分の好きなものを一直線じゃないですか。あ、そうです、服がダサかろうと体が臭かろうと気にしないわけですよ、うん、かっこいいじゃないですか、うん、もうそのなんていうんですか、周りの圧力に耐えかねて、うん、逃げていた自分よりもはるかにかっこいい。なるほど、うん、
だからそれで俺もオタクになりてる、俺はオタクに憧れてオタクになったタイプなんですよ。へえ、うん、これ新しい世代ですね。うん、自然になるもんだとは思うんですよオタクって、うん、でも俺は結構その自然になるプラスの要素としてやっぱりその体験が強かったんで、短期間の間にギュッと行っちゃったんですね、うん、ギュッと行っちゃったんですよ。まあ面白いは面白いけどオタクではなかったんです、みんな。そうかそうか。だからオタクの友達なんか一人もいませんでした、うん、俺だけがそのオタクってものに強烈に憧れを持つようになって、結局その小さいコミュニティで浮いてたことに変わりはないんで、そこから何か物語が好転したわけでもなく、最終的には俺は大学になる。それは急に来たな大丈夫かこれ。まあそれが決定打でしたね、うん、警察呼ぶや呼ばないの話になって、ああそうなっちゃったんですか。でも、まあ、別にこっちとしては構わないわけなんですよ。そうですね、もうそんな学校痛くないから。それに、うん、警察呼んだところで、うん、パトカーがこんな山奥に駆けつける間に、めんどくさい、ね、俺は何人俺では発想怖いですね俺では発想怖いなんそれで結局そのもうお前帰れと、もう寮にも置いていけないと、うん、もう退学だなこれやって思ってたら、なんとね、俺はいいよもう退学にしろよって、うん、こんな学校にいたくねえから退学にしてくれよとっととって本気で言ってたんですよ、うん、そしたら向こうが学校から退学者が出るってことって学校にとってダメージらしいんですよね。そうですね、うん、対面を気にしちゃったんだ。なるほど。だから転校って形になったんですよ。あ、強制転校。ええ、どこに。それがですね、打って変わって、これまた、まあ、親父といろいろ揉めたりして長い話があったんですけれども、そこすっ飛ばすと通信制の高校に次通うことになったんですよ。それ学校じゃないですよね。もう俺その時学校のシステムよく分かってなかったんですけれども、一応高校って扱いみたいですよ。でも通信制ってことは家にいるってことですよね、うん。違う、週に 2,3 回だけ学校行きます。あ、うわ、行くんだ。行くんです。学校に通わなくていい日があるんですよ、通信制って。まあ、働きながら行くったりする、多分そうなんでしょうね。そこですもんね。だからそこに通うようになって、うん、もうたっぷり時間ができるわけなんですよ、うん、なんせ家にほとんどいるから、うん、週 2,3 回学校行くだけですから、うん、そのできた時間何にしたかっていうと、うん、俺はひたすらオタクの修行を。そうなっちゃいますよね、うんうん、もう家にいられる時間、全ての時間を使って、うん、その時見られるアニメ、その時遊べるゲーム、うん、であとは俺の上の世代のオタクが通ってきたコンテンツ、うん、あ、それをなぞらなきゃと。そう、この道を俺たどらなきゃっつって、当時ものすごい濃い場所だった、その当時、その当時ネット上で濃い場所だった、掲示板的なところに入り浸ったんですよ。そこっていろんな顔も見えないオタクが情報交換してるんですけれども、古い作品から新しい作品まで全部の情報が集まってるんですね。でそこに居ついてもうひたすらそこで勉強させてもらったんですね。勉強させてもらいました、うん、ある意味人生初の勉強。そうそうそう、勉強させてもらいました。自ら学びたいと何の話をしてるか分かんないところがあれば、まあ、その場で調べるんですよ。調べてその元作品を見に行く、うん、そう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 、全てのスレを開いて、うん、全てのそれで話してることを全部理解しようと思って、それが今の俺につながって、うん、まあおかげさまでね、こういうライターとかをやらせてもらえてるようになってるのは、うん、まあ、その時の経験が生きてると思うんですけれども、うん、ただ高校を転校する直前くらいに、うん、もう自分の道をある程度決めてたんですよ。実はもうオタクになるって決めた後に、うん、俺はゲーム雑誌をコンビニで買ってたんですね、うん、ゲーム持ち込めないからゲーム遊べないわけです。ああ、そうかそうか、ゲーム禁欲生活、うん、でもゲーム雑誌を読めば、うん、ゲームをやった気になるんですよね。刑務所じゃないですか僕刑務所からよくそういう手紙来ますよ。そうなんですよ。それでゲーム雑誌を読んでて、うん、もう本当にもう一文字一文字舐めるように読んでたんですね。である時気づくんですよ、
これ誰か書いてるんだって、うんそうですね、この本ってそう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 。でうまい具合に広告載ってるんですよ、うん、来たれ専門学校なるほどなるほどゲームライター科って書いてあるんですよ、うん、その時のバンタンゲームアカデミーの専門学校の広告が載ってたんですよ。こういう本を書く人間はこういうゲームの本を書いてお金をもらえてるんだって、うん、俺は昔から勉強は一切できなかったけれども本を読みまくってたせい か, 確かに作文の成績だけ読み抜けてよかったんですよ。こう初めて客観性が生まれたわけですね、うん、そうですもしかしたら俺はこの仕事ならやっていけるんじゃないかって思って、うんそれを知る直前までは俺はなるべく社会をめちゃめちゃにしてやろうと思ってて でしょうね、だってそんなに身につけてたもんね、なるべく社会をめちゃくちゃにするためにはやっぱり、うん、に入るべきだと思ってて、うんうん、まあ向けの感じではありますもんね、うん、素材的にはまあ全てが憎しみが動力源だったから、ああ怒りと憎しみだったんですね。こういう正しいコミュニティで正しく生きている人間たちに死ぬほど迷惑をかけてやろうって思ってたんですけど、そう復讐してやろうと、うん、でそれで、大陸の方の、いわゆるの人と顔つなぎとかしてもらって、うん、面接まで行ったんですよ。面接があるんです。面接があるんですでそこがまた、うん、ある意味では感謝だなって思うターニングポイントだったんですけれども、うんうんうん、面接に来たやつが、うん、なんですよそうですか。めっちゃ面白いけど大丈夫かこの番組使えるかこれ。いやもうお花畑のめっちゃ面白いなこれ。これめっちゃ面白いぞ。面白いこれは面白い。明らかにそうだったんですね。なんですよ。もう目がパッキパキなんですよ。でもあれと思いました。あれって思いました、うん、で話してても俺が言うのもなんですけど話から知性が感じられないんですよ、うん、一切のインテリジェンスが感じで取れないんですよ。多分ステータスで話すとイントゼロなんですよどういう状態なんだろうなそれ。あと産地も多分ゼロなんですよ。ちょっと体験してみたいだとそんなにだからね幻滅しちゃってなんだこれと思ったんですね、うん、いくらなんでもいくらとはいえ、うん、いくらこんなに話が通じないやつだ。こんなやつと俺働くの無理だないや無理ですよね、うん、思って、うん、その時間をつないでくれた人がいるんですけれども、うんうんうん、その人共通の知り合いだったんですね。でそのパキパキマンはその俺の共通の知り合いの首を突然締め出すんですよ。おいた、うん、教科の成績集めても30点の、うん、人がこいつインテリジェンスゼロだなと思うぐらいの世界が待ってたんですよねつくづく思うのは俺は読書で、うん、読書でいわゆる人間を学んでてよかったっていう。あそうですよね。その勉強はできなくても、うん、本を読むってすごくやっぱり最も人生を豊かにするんですよね。知識も入れば感情も入ってくる。人を見る目も養えるし、うん、人間が何を考えてるかも分かるようになる、うん、でそのおかげなんですよこいつがダメだって思えるようになったのは、うん、だからそれでもうどうしようって悩み続けるわけなんですけれども、うん、じゃあ最後の最後これラストチャンスにして、うん、専門学校にとりあえず入ろう。なるほどなるほど。飛び込む前に専門学校入ろう。ゲーム雑誌見た、うんうん、で専門学校入ってここでもし芽が出れば、うん、こっちに進む、うん、もしダメだったらもうどうにでもなれもうなっていう二択にして背水の陣で専門学校に入ったんですよ、うん、その二択で専門学校に入ってくる人は歴史上いなかったと思いますけどね、学校の先生に後から言われて偉いやつ来たって思いますいやいや先生どころか多分同じ本来ね真宮さんが憧れてたはずのオタク連中もこれはとんでもねえのが来たと思ってたと思いますでしょうね。申し訳ないことしましたけれども、ただそこで良かったのは最高の学校生活だったんですよ。あそうなんですね俺が人生で最も楽しかった学校生活でした。短いながらも周りが全員オタクじゃないですか。
で俺も、まあ、もちろんいじめたりはしてきませんもんね。まあないでしょうけど、それでもそれは俺も振る舞い方変えたんですよ。専門学校に入るときに決めたのは、うん、ここで一旦真面目にやり直そうと思って、うん、リセットするぞと。そう、真面目にやり直そうと思って、もうすごく人当たりよく、もうクラス全員と友達になるつもりで行ったんですよ。え、まさかこの服装で行ったわけではないですよね。この服装です。いや、あのね、